新たに感染が確認されたのは福島市といわき市で42人など合わせて223人です感染者の数が200人を超えるのは5月28日以来38日ぶりです入院は135人で重症はいません病床の使用率は18.2%です県によりますと昨日までに会津若松市内のスポーツクラブチーム 相馬市内の児童施設と高齢者施設の合わせて3件のクラスターが新たに発生しました県内でも感染力がより強いとされるオミクロン株の新たな変異 BA.5 が確認されていて県は引き続き基本的な対策の徹底を呼びかけています